はい、こんにちは、116インズです。2月に入り、もうすぐスプリングトレーニングという時期にもなってきましたが、マリナーズというか編成トップのディポートさんのトレードが止まりません。先日ツインズからポランコを獲得してきたばかりでしたが、昨日はホワイトソックスからリリーフピッチャーグレゴリー・サントス獲得を発表。ツインズとのトレードで昨年セットアッパーとして活躍したジャスティン・トーパーを放出していて、ブルペンに穴が開いてしまった状況でしたが、そこをすかさずサントスで埋めてきたと。正直ブルペンに関しては毎年なんだかんだでうまく回っていましたんで、今年も内部人材やマイナー契約の選手で光る素材を見つけてくるものとばかり思っていましたんで、昨年活躍した選手を外からトレードで調達してきたのは少し意外であり、また疑問に思う部分も多少なりともありました。今回はこのマリナーズとホワイトソックスのトレードを主にマリナーズ目線からお話していきます。今回マリナーズとホワイトソックス間で成立したトレードがご覧の通りとなりますが、マリナーズがホワイトソックスからサントスを獲得し、見返りとしてホワイトソックスはリリーフのプロスペクトであるプリランダーベロアと外野のプロスペクトザック・デローチ、さらには今年のドラフト全体69位指名を獲得しています。トレードの第一印象としてはマリナーズは先日トーパが抜けたところをサントスで埋め、またサントスはかなりいいボールを投げる選手でありますので、ムニョス、ブラッシュとともに強力なブルペン3本柱を形成。フロントも放出したベロはおそらくそこまで評価しておらず、デローチも似たようなタイプの外野手がすでにチームに多く在籍していることから、手放しても問題ないという判断だったのかなと思います。一方でホワイトソックスは昨年ブレイクしたサントスの利益を確定した格好のトレードとなりまして、もともと DFA された選手を安く仕入れ、1年間活躍させた上でしっかりと高値で売り抜くことができましたんで、チームの立て直しを図る上では理想的な動きとも言えるトレードだったと思います。サントスは昨年ホワイトソックスでブレイクイヤーを迎えた24歳のリリーフピッチャー。もともと2022年オフにジャイアンツから DFA となった後にホワイトソックスへトレードとなり、で昨年は60試合に登板して防御率 3.39、 ベースボールレファレンスサンスのウィンザーリプレイスメントで 1.3 の好成績を残しました。最速102マイルのシンカーとスライダーのコンビネーションが売りで、昨年はむしろスライダーの方が割合としては高め。昨年はゴロ率 52.2% とかなりゴロを打たせつつ、バレル回避もうまく、バレル率はわずかに 1.5%、 MLB で最もバレルを回避できている選手とも言えます。このおかげで昨年は66回3分の1を投げてホームランを2本しか打たれておらず、 FIP2.65 は昨年60イニング以上投げて MLB 全リリーフ中5位と、こちらもまた好成績となっています。サントスはまだ MLB での経験も浅いことから、マリナーズは今後最大で5年間彼を保有することができ、マイナーリーグオプションについてもあと1つ残っています。昨年のサントスは本当に素晴らしく、成績上の見どころも多く、マリナーズがこうして獲得してきたのもうなずけるような内容です。対戦した全打者に占める奪三振の割合は 22.8% とリリーフとして高いわけではないのですが、ボール球を振らせる力及び空振り率自体は高く、ボール球スイング率 33.5% は MLB 上位 9%、 空振り率 30% も MLB 上位 23% ですので、もう少し三振を増やす素養はあるかなと。コマンドに優れるタイプという印象はないですが、ゾーン近辺で勝負はでき、昨年の四球の割合が 5.9% とかなり低めなのも、ある程度ゾーン近辺に投げつつ、さらにボール球を振らせるなどゾーンをより広く使えているからという側面もあるでしょうか。ゴロを量産できていることから致命傷となる一打を打たれる可能性が少なく、特にスライダーは相当効果的な球種だったようで、昨年のスライダーのランバリュープラス17はカーショーに次いで MLB 全スライダー中2位ともなっています。ピッチモデリングにおいてもサントスのスライダーはかなり優秀なボールなようで、ボールのクオリティを測る指標であるスタッフプラスにおいてもサントスのスライダーは159と MLB でもトップクラスの水準です。マリナーズはスライダー大好き球団ですので、そこはかなり評価していそう。スライダーとシンカーを駆使してゴロを打たせつつ、バレルの回避がうまいあたり、先日放出したトーパと非常にタイプが近く、イメージとしてはよりパワーがあって、かつ若いトーパがこのサントスかもしれません。アップサイドもありますし、楽しみな要素を多く持った選手であります。ただキャリアハイを残したリリーフを高値で掴んできた点には少し疑問が残ります。近年のマリナーズはほとんど対価を支払うことなく見つけ出した才能をブルペンの戦力として運用できたことがやはり大きな強みだったと考えています。リリーフを使った積極的なトレード補強に出られたのもそういった自信があってこそだと思いますし、またリリーフの過酷さゆえに年単位で継続して結果を出せる選手が多くない点もまたトレードのモチベーションだったと考えています。昨年キャリアハイを残したばかりのトーパの放出に関してもそういった要素が多分にあったと個人的に考えていました。なのでそのチームが逆にキャリアハイを残したばかりのリリーフ獲得に動いてきたのが意外というか、今までの方針と合わないというか、マリナーズはそれだけサントスの力を買っている、今後年単位でエリート級のリリーバーとして活躍できるという見立てなのでしょうが、複数年での稼働がまだ未知数なところ、そして昨年終盤肘の炎症でシーズンを少し早く終えていて、この春もスロー調整となりそうな見込みであることが12月の段階で出ていましたが、そこの心配もまた個人的にどうしても拭えないかなと。リリーフはどうしてもボラティリティの高いポジションという考えが自分にはありますので、そこのリスクを取るぐらいだったら今回ホワイトソックスへ放出したベロアのブレイクを信じてもよかったんじゃないのかなと思ってしまう部分も、まあ正直なくはないですね。
ただフロントの考えはおそらくそうではない。私含めマリナーズファンの結構な数がベロアを高く買っている印象ですが、フロントは彼の将来をあまり良しとは思っていないんでしょうね。ベロアは90マイル後半の速球にボールが消えるとも表現される縦変化の大きいスライダーが武器の23歳で、昨年途中本格的にリリーフに転向してからAA と MLB で計40試合に登板し、防御率 1.62、K パーセント 38.7% はかなりいい一方で、良し球の割合 12.7% と相変わらずコントロール面の課題は残っていました。ボールの良さありながらもコントロール、ボールを制御する力、再現性といった点が MLB で活躍できる水準にないと判断されたのか、昨年7月下旬に一旦 MLB 昇格を果たし、デビューも果たしたんですが、わずか1登板で再度マイナー落ち。その後マリナーズは割とブルペン運用に苦しんだ側面もありながらも、ベロアに声がかかることはなく、プレイオフ進出の可能性が完全に消えたシーズン最終戦になってようやく呼ばれたあたり、どこかフロントとしても先ほど触れたようなところを中心に引っかかるポイントがあったんでしょうね。それだったらすでに1年 MLB でしっかり活躍した実績があり、ボールの良さもちゃんとあるサントスの方がいいというのがフロントの判断だったんでしょうか。またフロントはデローチの価値も生かしたかった部分もあるのかもしれません。デローチは2020年ドラフト2巡目指名を受けた25歳の外野手で、昨年トリプル A でぼちぼちの成績を残し、コンフルール5ドラフト対策で42枠に追加されていましたが、マリナーズの42枠には現在デローチと同じ左打ちの外野手が多数在籍していて、正直使いどころは全然ないと。デプス的に完全に余剰要員なのであれば、そこに42枠を割くよりかはトレードに使ってしまった方がより42枠をうまく活かせるのもまた事実です。ベロアもすでに42枠に入っていましたんで、今回のトレードによってマリナーズは42枠を一つ空けることができ、そこをさらなる補強などに使うこともできるようにはなりました。マリナーズは先日のツインズとのトレードによって空いた42枠をすかさずロイヤルズからサマド・テイラーを獲得して野手のデプス強化に動いていますので、もしかしたら近いうちにまたそういったデプス強化の動きはあるかもしれませんね。というところがマリナーズ側の印象ですが、逆にホワイトソックスからすれば今回のトレードは理想的に近いムーブだったと思います。チーム作りがうまくいかず一歩後退を余儀なくされている今、チームに必要なのはマイナーのデプスを確保することだと思いますし、リリーフは安く仕入れて高く売るのが鉄則だとも思いますので、そこを忠実に実行できたのかなと。キャリアハイのリリーフ1人で MLB レベルのプロスペクト2人にドラフト指名権でもう1人手に入れることができるんだったら、まあ文句はないでしょう。ベロアはポテンシャル自体は秘めている選手ですので、うまくいけばそれこそサントスの穴埋めをしうる選手ですし、デローチもホワイトソックスでチャンスはしっかりもらえるはず。2人がメジャーレベルで戦力となると最高ですね。トレードとしては疑問に思う部分もありつつ、ただサントスがマリナーズが期待するように働けば、ブルペンの後ろはかなり強力だと思いますし、それ自体は楽しみではあります。特に昨年終盤シーボルドを放出してから試合終盤接戦のゲームの進め方に少し苦労し、ブラッシュとムニョスにかなりの負荷がかかってしまったのも事実で、安く獲得した選手を改造するだけでは接戦を継続して勝ち抜くには限界があると感じた部分もあるのかもしれません。その点パワーで押せるサントスが加わったことで試合終盤の選択肢は増えました。とにかくサントスが昨年レベルの活躍を見せることを祈るばかりですし、またリリーフの生かし方についてはマリナーズ比較的強いはずですので、サントスのさらなる才能開花にも期待したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビンに関する動画を上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。